まあ、新しい価値っていうのに非常に惹かれまして、まあ、弊社の方もそういうことを考えて、まあ、動いておりますので、まあ、ちょうどうちの考え方とちゃんとマッチしたなということで、あと海外進出の方もね、まあ、視野に入れて、まあ活動しているということで、今回出店に至りました。実際金属加工されているお客様とお話聞くと、まあ、困っている中でうちの工具が貢献できるような感触もありまして、まだまだ、こういう工具をもっともっと前に出してアピールしなあかなという印象はありました。はい、今回ですね、国内で初めてとなります特徴的な内径測定器を導入したものですから、そちらのご紹介とお客様に今 PR だけではなくて、そういったものから新しいものが生まれないかなということでのコラボレーションを期待して出展させていただいております。つい先ほどもそういった測定機器を使って何かできないかというお話を頂戴いたしまして、まあ、すぐにものとして、まあ出来上がるかというのはこれから時間がかかることかと思うんですけれども、お客様も期待をしていただいておりますので、時間をかけてものにしていきたいなという手応えは感じております。こちらの展示会に関しましては積極的なご支援をいただいておりますし、やはり国からの特徴的な展示会ということもあってですね、統一感があるかなと。また集客に関しましても他の展示会と比べますと、まあ、多くの集客が期待できるということで、かなり期待できる展示会かなと感じています。あらゆるメーカーさんからの引き合いがあることを期待してですね、毎回出展しております。レーザーマーキング受託加工として、即仕事に結びつくことはないんですけど、やはり、まあ、そこで、知り合ったお客様、まあ、1年後に、受注をいただけるとか、そういうお客様もいますので、数多くアプローチをして、まあ、長い目でですね、仕事になればという考えでおります。まあ、初日も、まあ、本日もですね、どんどんこう質問をいただいている状況ではあるんでですね、やっぱりこの展示会に出展してよかったなとは思っております。来場いただくお客様だけではなくですね、まあ、周辺のこう同じようにですね、出展されている会社さんからともですね、まあ、情報共有ができたりですね、まあ、今後そういう意味で言うといろいろコラボレーションしてですね、製品作りできるっていう、そういうメリットもこのものづくり展示会にはあるのかなと思っています。展示会の規模が今回大きいので、来場者の数がやはり違いますね。で、まあ、通常よりも通常の新活創造展の2倍ぐらいの来場者数があるという実感をしております。やはり体への負担を軽減する、現場の環境改善ということに取り組まれようとしているメーカーさんが、すごく多いので、弊社のようなアシストスーツに関してはとても興味を抱いていただいています。ですから多くの方に足を止めていただいて、試着をしていただいているというようなことが今回の展示会で、実感しております。そうですね、毎回新活創造展では、新規のお客様が数社以上、数十社ほどある時もありますし、結構新規のお客様が見つかるので、積極的に出展をさせていただくように心がけています。規模が大きくて、それからお客様の数も非常に多くて、非常に驚いております。そうですね、私もやっぱりいろんなお客様とご挨拶できる機会をいただいて大変励みになっております。何件かお話をかけていただきまして、商談に続くようなところまで来ております。私も何件かお話はさせてもらって、実際に図面見せていただいたりだとか具体的な話もいただいてますので、次につながるのかなと思っております。普段お断りするようなことが当然あるんですけども、我々その全然強みが全然違うので、我々が鉄ステンレスで平野さんが真鍮ということで全然被らないので、2倍の集客をして、で普段だったらお断りしちゃうところ、真鍮の話だったら平野さんへとかって、多くのお客様を引き込むことができたのかなと思ってます。予想以上にいい反応というか、今まで弊社のようなこうビジネスっていうのがどのくらいのニーズがあるかっていうのは、まあ、1対1のお客さんとのこう対話の中でこう感じてきたんですけど、こういった形で1日に何十人もの方とお話しする中で得られた感触っていうのはすごく大きいかなと思ってます。東京でですね、拡散接合という技術を使いまして受託加工を行っております。やはり受託加工ということですので、お客様への PR 手段というものに乏しいところありまして、今回は出展させていただきました。やはりちょっとマイナーな技術でございますので、やっぱりこんな、何ですかこの技術はというふうにですね、聞いていただけること結構多くてですね、まあ、技術と、まあ、弊社自体の PR につながっているのではないかなというふうには、はい、思います。
もともとは機械要素技術店で出店はしたこと何度かあったんですけども、やはり共同出店の方がお客さんの集客力がいいので、まあ、今回新勝創造店さんが機械要素店で出店するというのを聞きまして、まあ、ぜひ我々も出店したいなと思って申し込みを行いました。やっぱり、まあ、今回コロナがあってなかなかその展示会というのができなくなってて、まあ、ウェブに移行するっていう流れもあった中で、やはりリアルで会わないと話ができないとか、特に我々金属集まってますんで、感覚ですよね、金属の感触、こういったものがやっぱりリアルで感じたいというお客さんが、まあ、非常にいた、まあ、これに加えてまあ、集団出店ということでいろんなことを見たいというお客さん、情報を取りたいというお客さんにも出会うことができましたので、まあ、メッキじゃないけどもこういった技術課題が世の中にあるんだなということは我々にとっても非常に刺激になりました。私どもの独自技術であります低温黒色クロム処理、こちらにつきまして販路を拡大したく出展させていただきました。こちらの展示会はですね、メーカーの技術者の方が将来の課題もしくは生産現場の方々が今の課題に対する解決策を求めて幅広い方々が来場されますので、そういった方々との商談を希望して出展させていただきました。まあ、先ほど申し上げました通りやはり皆様具体的な課題を持って来社されますので、話が非常にスムーズに進むなという印象があります。まず今回名刺交換等々で、糸口を作りましてですね、今後戻りましたら皆様にアプローチをして具体的な施策につなげていきたいと考えております。そうですね、結構気になるブースさんいろいろあるって、まあ、ちょっと我々今困ってるようなことをやってそうな会社さんにちょっと話を聞いてっていうのを今やってます。はい、まあ、分かりやすくされてるんで何やってるかとか分かってちょっと質問しやすかったかなと思います。実はまあ事前に調べていてこちらのブースの中でちょっと気になる会社がいくつかあったんで、まあ、実はそこにこれからちょっとそこを今探しているようなところちょうどところだったんですね。一番大きいのは情報収集ですけど、プラスそのどっかネジを作ってくれるもしくはネジの情報があるといいなと思ってきました。すごいいい情報は手に入ったと思っています。小さい会社がたくさんあって面白いですね。一言で言うとぜひこういうのは私も参加したいなと思います。そうですね、数社魅力的なところがございました。まあ、後ほどコンタクトさせていただこうと思います。それぞれまあ、ニッチというかそれぞれの分野で特徴のある会社さんがたくさん集まっていらっしゃいます。いや、まあ、そうですね、一つ一つ その技術を合わせていくと非常になんか大きな新しいなんかその革新的なことができるかなとすごくワクワクするブースです。はい、まあ、社内の改善に使えるような、 なんかシステムであるとか部品であるとか何かあるいはヒントになるようなものがないかなと思いまして、はい、来ました。今のはロックナットの関係ですね。ネジの緩みで困っているところで、まあ、こういうのがあるよっていうのを紹介していただいたんで、まあ、確かに画期的な構造だったんでちょっとすごい使えるところがあればぜひ使いたいなとは思いますね。我々も中小企業なのでいろいろこういう場じゃないとなかなか見れないところもありますので、ちょっと後でいろいろじっくり見たいと思うんですけれども、こういう場があって初めて出会いがあるかなと思ってますのでちょっと期待しています。パッと見ですごいいろんな企業さんがあるのが分かりやすくって、まあ、まあ、普段あんまりその自分の分野だと見ないような企業さんとかそういったところが一堂に会しているので、まあ、その技術の、まあ、流れといいますか最近の、まあ、流行りじゃないですけど、まあ、そういった新しい技術がいろいろ情報収集できていいなと思ってます。このブースで言えば結構金属加工が、ね、メインかなと思うんですけど面白い加工技術を持っている会社がいくつもあって結構楽しめました。非常に多彩にわたって出展されているんで探し物ある方は非常に有効な場面だと思います。